片町スクランブルナイト、続いては地下&片町の街中レポート。はい、林さんがスタジオを飛び出していきましたんで、スタジオには片町商店街振興組合の専務理事堀田博文さん、お越しいただいています。はい、よろしくお願いします。いつもの絵面になりましたけれども、はい、さあ、地下&片町どこに行ってるんでしょうか。現場の地下ちゃん。はい、こんばんは。はい、こんばんは。今ご飯をね食べて来られたそうで、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。はい、片マッチご存知ですか。片マッチ大好きです。マイホームです。マイホーム、まあ、俺の庭ですね。片マッチにはよく来られるんですか。そうですね、もう1週間のうち8日は行きます。あ、1週間もいいノリだ。そんな方々なんですけれども、はい、はい、まあ、今日のテーマなんですけれども、私がこっそり調べたいことは何ですかっていうことでインタビューしたいと思います。なんで、はい、なんで言いますのも、はい、はい、実は今日5月21日は探偵の日なんだそうです。ほう、ご存知でしたか。探偵の日、はい、なかなかね探偵さんにお会いすることはまあ少ないと思うんですけれども、うん、探偵を使ってこっそり調べてみたいことを聞いちゃいたいと思います。お、あるかな、なんか自分の学校の担任の先生が最近怪しい行動を取ってるんで、実はなんか彼女とかいるんじゃねえかなって調べてほしいなと思います。担任の先生の彼女を知らない TK です。 TK、担任の先生何いくつぐらいの方なんですか。今年で25になってほしい。あ、じゃあまだ若い、高校生、若い方、何なんだ、25歳得意技はビリヤードですよ。ビリヤードが得意な担任の先生が25歳。かっこいい先生ですね。ちなみにこの前1位取ってましたよ。これ本格的ビリヤードでですか。ビリヤードでかいって本当のことですよ。すごいね。ちなみにあの彼のモットーというか一言があるんですよ。はい、ちなみに言ってもらっていいかな。はい、モットーは強いやつが勝つんじゃない、勝ったものが強いんだです。名言出ました、名言いただきました。ありがとうございます。かっこいい先生ですね。その彼女は、ね、その先生に彼女がいるかどうかを調べたい。きっといらっしゃいますね。うん、まあ、よく自分的にはですけど、小栗旬に似てます。小栗旬、いや俺的に山崎県からな、山崎県から俺的にあれやあれや須田まさきやな。あ、かなりイケメンじゃないですか。ね、かなりイケメンの先生ということで。じゃあみんなは3年 A 組な感じですね、多分ね。これみんなはどうなんでしょう。みんなは彼女いるのかな。皆さんは どうなんでしょうか。あの、クラスメイトです。クラスメイト。あ、彼女とか。あ、彼女ですか。おりや、お前、おります。あ、おりや。なんで締めがち。ということは、じゃあ探偵さんに、ね、はい、調べていただきたいことは。いや、まず一言いいですか。はい、マッチ愛してるぜ。ラブラブということで、もうね、探偵なんか必要ないっていう感じですよね。必要ないって分かってるんで、俺。そうです、そうです、必要ないですね。じゃあもう一個もいいです。はい、マイ愛してるぜ。何人かいらっしゃるそうです。あれ、さっきの子と名前が違う。愛の多い男ですね。はい、お願いします。彼女いるんですけど、はい、おい見てるか、お前俺のこと好きかどうかまだ後で言えよ。俺好きやぞ。なんかもう探偵となんかね、あのテーマが離れてますけど。愛の告白タイムになってる。二人来たよ、二人来たし。見飽きるぐらいもうラブラブだと思って。はい、そんな幸せいっぱいの皆さんに、はい。今日二人来たんで最後一人ほら。二人ね、愛の告白してもらったんで、もう一人も愛の告白あるんじゃないですか。あ、愛の告白ありますか。愛の告白ありますか。スタジオから。藤子、愛してるぜ。誰藤子、誰藤子。ありがとうございます。なんかすごい、あの昭和の名前だったら、おかんかな。もう分かったことは皆さんには探偵はいらないということです。なるほどね。どうもありがとうございました。いや、楽しいご飯の後ね、ありがとうございました。お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。またこれからも楽しんで行ってらっしゃい。はい、ありがとうございました。もう一組ぐらい行ってみっか。あ、もう一人おったんや。4人いましたね。
いいノリでした。実は4人いらっしゃったんですよ。そうなんね。あの方はあのカメラ監督ということで、はいはいはい、調べたって。なるほど。他どうでしょうね、はい、誰かいらっしゃったりしますかね、お話聞けそうな人。そうですね、こんばんは。こんばんは、片町です。今ちょっとあのこちらから番組を配信しておりまして。あ、映ってる映ってる、びっくりしてるびっくりしてる。石川県の方ですか？宮城県、うん、え、宮城県から。あ、ちょっと話聞こう聞こう。お、宮城県からいらっしゃったそうで、ようこそ。お話を伺ってもよろしいですか？観光か何かで。こんばんは。え、何でいらっしゃったんですか？あのお仕事、旅行で、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、何で？新幹線で、自転車で。新幹線。そうなんですね。初めてですか、こちらいらっしゃった。どうですか、片町というか、この金沢の印象っていうのは。結構あったかい人ばかりで、結構過ごしやすいですね。ありがとうございます。ご飯はもう食べられたんでしょうか？あ、何を？海鮮料理。あ、やっぱり海鮮。はい、石川県のお魚どうでした？あ、結構海沿いの地域だけあって美味しかったです。ありがとうございます。三陸も結構美味しいからね。そうですね。そうなのね。またちょっとね、日本海側だったりとか、また海が違うと取れる。宮城はちなみにどちらですかね。仙台なのかな。仙台の方です。宮城は。宮城石巻。あ、石巻。海沿いか。そう、じゃあなおのこと海産物は美味しいところですよね。ね、そちらも海産物がとても美味しいところで有名ですよね。ありがとうございます。そう、ちょっとあの石巻アピールをぜひ。まあ、ちょっとでも本題に入ってちょっとはい、はい、インタビューしてみましょうかね。そうね、そうね。あの実は5月21日、今日は探偵の日ということなんですよ。で、探偵を使って何か調べてみたいなと思うことありますかっていうのでインタビューしてるんですけども、何か気になってることとかってあります？調べてみたい、はい、どうして令和になったんですかね。どうして令和になったのか。そうですね。令和の秘密を調べてみたい。なぜいろいろな、ね、あの名前がある中で令和になったのかっていうのは、確かに探偵さんをそうですね、調べてみたい。、ね、でもまあ今回この配信も令和第1回目の配信ということで、はい、記念すべき配信に出ていただきました。ありがとうございます。ということでした。皆さんいろんな疑問をお持ちで、はい、ありがとうございます。え、はい、なんか林さんに聞きたいことがあったら聞いてみてもらってもよかったんだけど。あ、私に聞きたいこと、そう、そう、ないですよ。いやいやいや、なんですよ。なんかないですかね、聞きたいこと、石巻の皆さん。そのぐらいです。嬉しい、なんか若く言っていただけました。お、ありがとうございます。ありがとうございました。サービストークもバッチリでございます。ありがとうございます。楽しんでください。どう、林さんはどうですか、探偵を使って何か調べたいこととか、ナイトスクープで何か調べてほしいこととか。私ですか？うん、私、なんか加藤さんのなんかプライベートのなんかあんまり別に知りたいことはないんですけど。加藤さんのプライベートとかあんまり、なんだろう、興味ないでしょ、あんたそれ。私生活が見えない。一つも興味ないじゃない。ただ言うとるでしょ。ちょっと思いついたんで言ってみました。、ね、林千佳のプライベートをね、うん、知りたいっていうね、そういうコメントが来そうですけれども、あとは片マッチの中が見たいとかね、 あるかもしれないね。ね、先ほどインタビュー、ね、答えてくださった方も、うん、ね、なんかどうなってるんだろうって、はいはいはい、片マッチね、片マッチはそんなの聞いてどんな表情してるんでしょうか。ね、片マッチの表情は、そうですね、はい、こんな感じです。いつもと変わりませんね。ありがとうございます。はい、ということで、ちかちゃんと片マッチの街中レポートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今日ノリがいいですね。楽しかった。楽しかった。先生には彼女はいるんだろうかって。いや、あれいそうですよね、どうやらね。うん、間違いなくいると思うし、石巻から来た皆さんもね、うんうん、石巻も海のもの美味しいところですけれども、うん、金沢にやってきて美味しい海産を食べた、うん、海鮮を食べたということでございます、うん、はい、ということで、うん、堀田さんどうですか、なんか探偵を使って調べたいこと何かあります？魚
かずっと考えてるんですけど、まだ思いつかないんですよね。ちょっと宿題させてください。そうですね。なかなかね、探偵を使ってってこう、ね、隠れたところで調べたいっていうのはないかもしれない。今日探偵の日ということで一つ勉強になりました、うん。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、チカ&カタマッチの街中レポート、この時間スタジオお付き合いいただきましたのは、カタマッチ商店街振興組合の専務理事、堀田博文さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。